いつもロペラアウトラインをご覧いただき誠にありがとうございます。今回は2014年モデルアウディ A4 オールロードクアトロご紹介させていただきます。まずお車の状態からですが走行距離は2万2000キロのお車です。フロントのバンパーの部分下擦り、あとはですねフロントのボンネットとフロントのガラスになりますがこちらの方に飛び石が見受けられます。またミラーの方ですね助手席側になりますがこちらに線傷。 あとはこちらのタイヤハウスの部分ですねこちらに線傷が入ってしまっている状態ですあとはリアの左側のアルミホイルにガリ傷リアのトランクの部分開け閉めしていただく部分になりますがこちらの方に小さな線傷が入ってしまっている状態ですいずれの傷にしましても小さな傷ですのでご安心いただければと思いますこちらのお車外装色がグレーシアホワイトメタリックインテリアがブラックレザーの組み合わせとなっておりますオールロードのお車となりますので多数専用装備が施されているお車ですフロントののグリルは専用デ バンパーの方ですね、こちらも専用のデザイン設計そし下のアンダーガードの部分も専用のデザイン設計のお車となっておりますアルミホイールはオールロード専用の18インチのアルミホイールが装備されておりますまたタイヤハウスの部分ですね、樹脂性のバンパーが装備されているお車ですこちらルーフレールの方も装備されておりますしサスペンションも専用設計のサスペンションとなります非常に走破性の高いお車となっておりますでは続きましてトランクの方をご紹介させていただきます開けていただきまして このタイプのお車となりますのでスペースはしっかりと確保されているお車です。特に使用感もなく綺麗な状態となっております。では続きましてインテリアご紹介させていただきます。インテリアはフルレザーのインテリアです。シートの方は使用感なく綺麗な状態となっております。ウッドの方も組み合わされておりますので非常に高級感を感じるインテリアとなっております。エンジンの方かけていきます。はい、エンジン始動も全く問題なしですね。ステアリングはマルチファンクションとパドルシフトが装備されたステアリングになります ナビゲーションはアウディ純正の SD のナビゲーションですね。もちろんテレビの方もご視聴いただけますし、バックギア入れていただきますと、バックカメラの方もしっかりと映るお車です。フロント両席、シートヒーターが標準で装備されておりますので、快適にお使いいただけるお車です。シフトの方は7速のシフトになりますね。こちら、電子のパーキングボタン、オートホールドのボタンも装備されているお車です。後部座席もフロントと同様、しようかなく綺麗な状態となっております。 特に気になるタバコの匂いとはいたしません、えっと、クリアランスも広く取られておりますので快適にお使いいただけるお車ですでは今回は2014年モデルアウディ A4 オールロードクアトロご紹介させていただきました走行距離 22,000km 低走行なお車ですし内外装コンディション良好な一台となっております市場にもなかなか出回らない希少なお車でもありますその名の通りどこでも使える非常に利便性の高い一台ですぜひともご検討いただければと思いますのでよろしくお願いいたします